add to the strange military trophies of the Medici sacristy, it writes that the two military trophies executed by Silvio Cassini, a close pupil of Michelangelo, were part of the early project for the decoration of the new sacristy, which was left unfinished in 1534 due to the latter's definitive move to Rome。メディチ家礼拝堂の門前にこんな像が飾られています。大変奇妙な像です。その像について増田恵子さんよりこんな報告が届いています。法隆寺にある侍像に激似の高さ80センチほどの像を2体をイタリア・フィレンツェ・メディチ家礼拝堂の入り口手前の廊下で見つけました。まるで礼拝堂を守る軍隊のように鎮座していました。ご検証くださいと。右は私林博氏がもう5年以上も前に法隆寺の目録の中から見つけた侍像です。大変よく似ています。増田恵子さんへ情報ありがとうございます。実はこの像の存在は知っていましたが、当時は出所が不明でしたので誰かのいたずらではないかと考え、またその範囲で私の動画の中で紹介していましたが、メディチ家礼拝堂と知り改めて驚いています。ダヴィンチもこの像のことを知っていたものと思われるからです。ありがとうございました。林博氏より。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家がその下絵を描いたとされる The Battle of Angeli、 アンギャリの戦いの絵です。この絵の中には無数のと言ってよいほど多くの隠し絵、騙し絵が仕込んであります。その中の一つがこの男の顔ということになります。一見すると人間の顔のようにも見えますが、この顔の中にもやはり騙し絵、隠し絵が仕込んでありました。これは視聴者の一人の方がですね指摘してくださったんですけども、この男の顔はですね、つまり法隆寺に残る侍像の顔にそっくりであるというのです。今赤枠をつけてみましたが、この部分を拡大し色をつけてみます。すると左上のような顔が浮かび上がってきます。つまりこれも隠し絵、騙し絵ということになります。そしてその顔がですね、右上の法隆寺に残る侍像の顔と一致しますが、ここまでだけなら偶然ということになりますが、左上のような像も見つかっています。そして今回増田恵子さんの方からですね、左上の像がメディチ家の礼拝堂の前にあったというのです。しかもこの像を作ったのがミケランジェロの弟子ということになります。ということはひょっとしたらダ・ヴィンチもこの像を見ていたということになります。そしてその像をですね、アンギャリの戦いの絵の中に描いた可能性もあるということになります。ともかくもこのような形でですね、メディチ家の礼拝堂の前の像とアンギャリの戦いの絵の中に隠し込まれたいわゆるレプタリアン像の顔と法隆寺に残る侍像の顔がつながりました。何かの関係があるのでしょうか、ないのでしょうか。ただ一つだけはっきりしていることはですね、これら三者は一様ですけども少なくとも人間ではないということです。
One of my YouTube subscribers, Mr. or Miss Afuramaza, wrote to me as follows. Hello Hiroshi, you are correct that Afuramaza is an alien. He is an Anunnaki. I cannot understand a word of Japanese, but your English descriptions of arm, leg assist devicesare quite odd. These depictions, reliefs, are artistic. The artist simply tried to depict how mighty and strong these very tall and mighty Anunnaki beings were or are, so the musculature is accentuated with many sculptures of gods and heroes.こんにちは、ヒロシ。アフラマズダーがエイリアンというあなたの説は正しいです。彼はアヌンナキです。日本語はよくわかりませんが、あなたの説、つまり彼らの腕や足が補助装置を必要としていたという説は大変奇妙です。つまり、これらのレリーフに残る表現は芸術的なものです。当時の芸術家たちがこうした神々が巨大で力強かったことを表現しようとしただけです。で、筋肉の部分を神々や古代の英雄についてことさら強調しただけです。広瀬やし、浜松リージャパン。で、アフラマズダーという生きていた人はアヌンナキ、つまりエア
延期であると多くの人によって決定づけられています。その中には延期の姉妹のニンフルサグ、延期の補助者であったニンギシュジッダなども含まれています。これらの人々がホモサピエンス、つまり人間を創造しました。彼らは何十万年もかけて7種類の人間を作りましたが、それらはすべて破壊されてしまいましたが、7回目に創造した種類だけが残りました。アヌンナキの一部はこの地球に残っていて、舞台裏で人間を操作していますが、彼らが地球に戻ってくるのは時間の問題です。あなたはこの地球に土着しているレプタリアン種族についてもっと勉強することができます。つまり彼らは人間に対して敵対的ではありません。彼らは実際には地下計画あるいは地下組織においていろいろな政府と一緒に仕事をしていて、地球の軌道上や地球にいる ET の情報をその都度教えてくれています。土着レプタリアン、つまり地球人種には女性がいて、その女性はアヌンナキ AKA エロヒムについて語っています。そして2000年にスウェーデンでインタビューに応じています。彼女は人間の間ではラセルタと呼ばれています。そのことはラセルタファイルという情報になっていますので、あなたもそれを読むことができます。彼女はスメール文書の内容と一致しているのみならず、人間に対して好意的な地球に住むレプタリアンと一緒に仕事をしたことのあるフィル・シュナイダーやトーマス・コステロの情報とも一致しています。彼らは人間がアヌンナキ、つまりエロヒムによっていかに作られたかということに気づいています。私たちの合衆国政府はトルーマンやアイゼンハワーを通して間違った ET 像を作り上げてしまいました。善意のアヌンナキたちは人間に対して核を使わないフリーエネルギー技術と交換に核の研究を停止するように申し出てきましたが、これらの大統領は悪意のある ET に対して私たち人間を売り渡したのです。で、今がその結果で、私たちはその結果に苦しんでいます。アヌンナキはアイゼンハワーに面会しましたが、核への野望を止めるのを願わなかったこともあり、最後にはアヌンナキを倒してしまいました。その時やってきたアヌンナキというのは善意のアヌンナキ、つまり延期一派でしたが、悪意のアヌンナキというのはエンリル一派のことを言います。エンリルというのは延期の兄弟で、人間を絶滅することを望んでいます。彼こそがヤーウェ、つまり聖書に出てくるエホバで、真の悪魔で、決して神ではありません。エホバ P ヤーウェは真の邪神です。私たちの政府はグレー、つまりレプタリアン種の ET との交渉をやめてしまいました。なお、ここで言うグレーというのは地球在住型のエイリアンではありません。アメリカ政府が交渉しているのはダコ・レプタリアンとその仲間のグレーです。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家もですね、アンギャリの戦いの絵の中にそのレプタリアンの顔を隠し絵の形で描き込んでいました。左下の赤丸の人物に注意してください。一見すると人間のようにも見えますが、この中に隠し絵の形で
レプタリアンの顔が描いてあります。注意深くご覧ください。ちょうど今中央にやってきましたけども、この黄丸で囲んだ部分にその顔が描き込んであります。右が法隆寺に所蔵されています侍像の像です。で、その像の顔と左のダヴィンチの描いたレプタリアンの顔を比較してみてください。同じであることに皆さんもお気づきになると思います。つまりこのような形でですね、1500年後のイエスはアンギャリの戦いの絵の中に実はレプタリアンの顔を描いたということになります。この緑で着色した部分に注意してください。一見すると人間の顔のようですけども、その顔の向こうに、つまりは騙し絵、隠し絵の形でこのようにレプタリアンの顔を描いていました。先のアフラマズダーさんの説の根拠といいますか、基礎になっているのがラセルタファイルと呼ばれるファイルです。ラセルタファイルというのはですね、一人のスウェーデン人が2000年にレプタリアンの女性から得た情報をまとめたファイルを言います。3時間にわたってインタビューし、それをファイルにまとめたというわけですけども、まさしく膨大な量の情報ということになります。こうして今そのラセルタファイルが紹介されていますが、内容は一人のスウェーデン人の人がですね、レプタリアンの女性に質問し、その質問にレプタリアンの女性が答えるという形式になっています。何しろ膨大な量のファイルです、A4 ページにして300ページ以上はあるのではないでしょうか。そのため冒頭の一部だけを翻訳して皆さんにご覧いただきます。質問、まず最初に、あなたは誰で何ですか。あなたは外惑星人で、あなたの生まれはどこですか。この惑星、つまり地球ですか。あなた自身の目でご覧になった通りです。私はあなた方のような人間ではありません。正直に言いますが、私は決して哺乳動物ではありません。部分的には私は哺乳動物のような体つきをしていますが、それは進化の結果によるものです。私は爬虫類型の人間の女性です。大変古いレプタリアン種族に属しています。私たちは土着型、つまりこの地球の住人で、この惑星に数百万年以来住んでいます。私たちはあなた方が言うところのキリスト教の聖書のような書物の中にも書かれています。そして古代の人間の中には私たちの存在に気がついていて、そして私たちを神として崇拝していました。例えばエジプト人、インカ人、それに他の古い種族の人間たちです。あなた方のキリスト教はあなた方人間の創造について私たちの役割を誤解しています。あなた方の書物の中では私たちはですね、邪悪な大蛇となっているなどが、これは間違っています。あなた方人間はエイリアンによって遺伝子的に操作されたのです。つまりあなた方人間の進化において、それを加速させるためにあなた方の遺伝子を私たちが多かれ少なかれ訪問したというわけです。すでにあなた方人間の科学者たちの中にも気づいている人がいるように、人間の進化が自然な形で
った2、300万年でここまで来たということをあなたは知るべきです。こんなことはありえません。というのも、進化というのはもしそれが自然なものであるならもっとゆっくりとしたプロセスで進みますが、あなた方はそれを理解していないのです。あなた方人間の創造は人工的なものです。そしてそれは遺伝子操作によってなされたものですが、それをしたのは私たちではありません。別のエイリアンです。もしあなたが私が外惑星人かと聞いたなら、私の答えはノーです。私たちはこの地球に住む土着人種です。私たちは太陽系の中にもいくつかのコロニーを持っていますが、しかしこの地球で生まれ育ちました。事実この地球は私たちのものであって、あなた方地球人のものではありません。絶対にあなた方地球人のものではありませんでした。と、以下同じような形式で質問答えが続きます。続く質問ではですね、あなたの名前は何ですかと、まあ、スウェーデン人の方が聞いたのに対してですね、そのエイリアンはこう答えています。つまり答えようがありません。とということはですね、音声、音波、波長が違うということですね。それでそれらしい音を作って人間に聞かせたのですけども、人間には理解できなかったようです。ということで、ラ・セルタ・ファイルの話はここで止めておきます。あとはそれを裏付ける資料があるかないか、さらに言えば信憑性はどうかということになると思います。つまり後の判断は皆さんにお任せするとして、一応ここで止めて、あとはペンディングということにさせてください。また新しい証拠が入り次第皆さんにお届けいたします。 Bye for now。Thank you.
It was Joseph Snowden's testimony on underworld civilization was as follows. The highest levels of government don't know what to do about UFOs, and the official story that they are all merely weather balloons or natural phenomena have been clearly dismissed. If anything, these documents speak about UFOs as if they are surely guided by an intelligence beyond our own. エドワード・ジョセフ・スノーデンは地下文明について次のように証言している。政府の最高幹部たちは UFO 問題をどうすべきかわからないでいる。今までのようにただ単なる気象風船や自然現象説というのはもう明らかに役に立たなくなってきている。何であるにせよ、これらの書類によれば UFO が私たちを超えたところにいる知的生命体によってガイドされているということを示している。すでに明らかになったように、最も信頼できかつ最も説明できない情報として、ある種の乗り物が海底にある熱排気口から直接太陽系軌道に向けて去っていくのが目撃されている。説明がつかないというのは、大陸間弾道ミサイルの追跡システムや深海ソナーなど国家機密となっていて、これらの物体に対して科学者がアクセスできないからである。しかしながら DARPA、 つまり Defense Advanced Research Project Agency、 国家高等防衛計画局と計画しているほとんどの人たちは、地球の中心部に人間、つまりホモ・サピエンスよりもずっと知的な種族が住んでいることを確信している。もしあなたがそれについて考えるなら、意味があることである。なぜならその場所だけが何十億年もの間、多かれ少なかれ環境状態が安定している唯一の場所だからである。微生物によっては人間の環境とは異なった環境で生きることができると言われ、それらは加速度的に繁栄し知性を発展させることができるかもしれないと言われているが、それは正しくない。なぜなら生物というのは単に同じ率で進化するからである。表に出る、つまり知的生命体となるためには多くの浮き沈みを経験しなければならない。大統領は彼らの活動についての簡単な説明を毎日受け取っているが、分析担当官によれば彼らのテクノロジーはあまりにも進歩していて、起こりうる戦争についても私たち人間には生き残るチャンスはほとんどないということである。繰り返します。起こりうる戦争についても私たち人間には生き残るチャンスはほとんどないということである。一般的な説明としては、私たち人間は彼らの認識からすればただのアリに過ぎないということ、そのため彼らが私たち人間と通信を企てるような可能性はほとんどないということ、そして最近の計画によれば敵を人差しするために核兵器を海底の洞窟で爆破させようということだが、しかし相手を破壊するというようなことはないし、それ以上の攻撃をしても無駄と知らされるだけである。以上、スノーデンの証言を直接翻訳してみました。 Bye for now.
As to the Battle of Angeri, it is widely said as follows. Sometime around October 1503, Leonard was commissioned to paint the mural of the Battle of Angeri for the Sala del Gran Consiglio, the recently rebuilt Great Council Hall of the Palazzo Vecchio in Florence, during the first years of the city's Republican government. An ambitious painting, Leonard used a type of plaster which he read about in a book by Pliny, with the unfortunate result that the work he had barely begun was irreparably ruined. Problems started as soon as Leonard placed his brush to the wall at 9 a.m. The weather turned bad, the sky opened, and it rained then on until nightfall. The sudden humidity liquefied the paste, holding the cartoon in position as Leonard lifted his hand to start work. The cartoon slid to the floor and tore. 1503年の10月頃のことだったと言われています。ダヴィンチがフロレンスのプラゾ・ヴェッキオの広間を飾る絵画を制作し始めた時のこと。プリニーという人の本によればこんな事件があったそうです。午前9時頃、その日もダヴィンチが絵画の制作に取り掛かろうとしていた時のことです。突然天候が悪くなり、空が裂け、夜になるまで雨が降り続き、その雨の湿気により絵を支えていた漆喰がドロドロに溶けてしまったというのです。そのためその絵は床に滑り落ち、裂けてしまったと。そんなわけで現在ダヴィンチが描いたとされるアンギャリの戦いの絵は残っていません。残っているのは別の画家たちがコピーしたコピー画ということになります。で、その中の一枚が今皆さんにご覧いただいているペトロ・パウロ・ルーベンスの描いたコピー画ということになります。広し林、浜松シティ、ジャパン。調べれば調べるほど謎めいた絵、それがレオナルド・ダ・ヴィンチが原画を描いたとされるアンギャリの戦いの絵です。この絵の中には無数のと言っても過言ではないほど多くの騙し絵、隠し絵が仕込まれています。500年間誰もそれに気がつきませんでした。そして最もよく知られているそのコピー画はあのペトロ・パウロ・ルーベンスの手によるものだと言われています。今皆さんがご覧いただいているのがそのコピー画ということになります。まず皆さんに気がついていただきたいのは向かって右側に書いてある竜です。ここに描かれているのは竜ということになります。注意深くご覧ください。そしてそれに対してですね、左下にはラム族、つまりサーペント族のエイリアンの顔が描かれています。一見すると若い兵士の顔に見えますが、下半分に着色してみるとその顔はラム族、つまりレプタリアン族のエイリアンの顔に変身します。つまり右側にサーペント族、左側に
ラム族を廃したということになります。左下は法隆寺に所蔵されている侍像と呼ばれている像です。その顔と一致します。が、最もこの絵の中で重要なポイントはここにあります。矢印の部分に注意してください。馬の下敷きになり、一人の男性が倒れているのがわかります。頭からは血を流しています。が、これは血ではありません。降臨、つまり神の降臨を表しています。その隠し絵ということになります。逆さまにしてみるとそれがわかります。つまり死に見せかけた降臨ということになります。つまりここに描かれているのは神ということになりますが、この神の手の向かって右側、左手の甲には聖痕が正確に描かれています。つまりここに描かれているのは処刑された替え玉イエスということになります。 by 森本聡さんの発見です。全体として見ると、この絵は中央で2つに分かれ、つまりはサーペント族、竜族とラム族、つまりレプタリアン族の戦いの様子を表現したものだということになります。その証拠に中央の2頭の馬のような動物に注意してみてください。向かって右側の動物は、これは馬ということになります。がしかし向かって左側の動物は馬らしからぬ馬ということになります。顔、そして耳の表現の仕方に注意してください。向かって右側の動物は馬であるとしてもですね、左側の動物は何かということになりますが、レオナルド・ダ・ヴィンチは他方で奇妙な動物の絵をたくさん描き残しています。絵がやや不鮮明で見にくいですけども、馬らしからぬ馬ということになります。これは本当に馬なのでしょうか。まあ、絵がですね、不鮮明なので残念ですけども、どうもこの地球上にいる動物ではないように思われます。まあ、こうした絵もですね、レオナルド・ダ・ヴィンチは別の場所で描き残しているということです。まあ、こんな恐竜に似た動物も描き残しています。まあ、そうしたことも考え合わせるならばですね、向かって左側の動物はどうも馬ではないのではないかと私は判断しています。で、今日の動画のいよいよ本題ということになります。今矢印で示した向かって左側の人物に注意してください。結論を先に話します。この人物こそがイエス・キリストの自画像ということになります。そしてこの絵全体としてですね、まあ替え玉のイエスを踏み殺されたイエス、本物のイエスがですね、怒り狂って、まあ、右側にいるローマ軍およびラム族に抵抗している絵ということになります。それについてはこれから順に説明していきます。The Vigilant Citizen website writes about who Baphomet is as follows. Baphomet is an enigmatic goat-headed figure found in several instances in the history of occultism. From the Knights Templar of the Middle Ages and the Freemasons of the 19th century
to modern currents of occultism, Baphomet never fails to create controversy. But where does Baphomet originate from, and most importantly, what is the true meaning of this symbolic figure? I, Hiroshi Hashi, would like to claim here that Baphomet is Jesus Christ himself, most possibly created by Jesus himself after 1500 years in the Renaissance era. Baphomet とは誰なのか?議論が続いていますが、私、林博士は、バフォメットは、ルネサンスの時代に現れた1500年後のイエス自身、あるいはそのシンボル的存在であると判断しています。広志林、浜松シティ、ジャパン。ではもう一度最初から説明します。サバジオスの手です。サバジオスというのは古代フリジアの神でした。そのサバジオスの手のひらに奇妙な動物が描かれています。この動物に注意してください。大きく拡大してみました。少しわかりにくいかもしれませんけども、同じ動物をレオナルドがアンヤリの戦いの絵の中に書いています。この赤い丸の部分です。この動物に注意してください。まあ大きな角と言いますかね。まあ巻いた角が表現されています。で、私はこの両者は同じと判断しました。注意深くご覧ください。ここが今日のポイントということになります。これは何なのでしょうか?一見すると羊のようにも見えますが、まあヤギということになりますね。あるいはこの地球には存在しない動物かもしれません。ともかくもこの描写、すなわちサバジオスの手のひらに描かれた表現された動物と、それからアンヤリの戦いの中に描かれた動物が同じであるということです。そして同じ動物をですね、ミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画に書いています。至るところに書いてあります。これがその動物です。一見するとカトリックのシンボルである羊のようにも見えますが、羊ではありませんね。つまり、ヤンに近い動物ということになります。これら三者は同じと、私、林博士は判断しました。そしてそれが、バフォメットの顔へと繋がっているということです。一番右がバフォメットです。見るからに恐ろしい、形相の悪い、悪魔的な顔をしています。で、礼拝堂の天井画を反転していますと、まさしくこれら4者は同じということになります。で、下がバフォメットの、まあ、絵ということになります。このバフォメットの手に注意してください。手をよく見てください。薬指と小指を曲げて残り3本を立てています。これはまさしく、サバディオスの手ということになります。こうして、また、元に戻ります。そして同じ手を、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる、このイエスの手として表現されています。やはりイエスもサバディオスの手をしています。こうして、一貫性、一連性を持って、サバディオスの手、そして、ヤニ、それからバフォメットと繋がっていきます。つまり、ここに書かれているのはすべて1500年後のイエス、すなわち、ルネサンスに現れたイエスの、イエスということになります。by 林博士説です。これがレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が書いたとされるイエスです。サバジオスの手をしています。そしてそのサバジオスはバフォメットへと繋がっています。すなわち、バフォメットはイエス。自身であったということになります。
Baphomet! The king of Satan is a very awful look, goat-headed figure found in several instances in the history of occultism. From the Knights Templar of the Middle Ages and the Freemasons of the 19th century to modern current of occultism, Baphomet never fails to create controversy. But no one knows where Baphomet originated from and, most importantly, what the true meaning of this symbolic figure is. This video looks at the origins of Baphomet, the historic meaning of Baphomet, and who Baphomet is, and what Baphomet is. Baphomet, つまり悪魔の大王とは誰なのか、そして何なのか、その謎について考えてみます。広し林浜松セティジャパン。今日の動画は内容が複雑ですから、最初に結論を話しておきます。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いです。このアンギャリの戦いの絵の中には、向かって左側に二人の人物が描かれています。大激怒しています。その人物の顔は、2000年前のイエスの顔と一致します。つまり、このような形でイエスが自らをこのアンギャリの戦いの中に描いたということになります。激怒しています。替え玉のイエスが図らずも、ローマ軍によって殺されたために激怒していると私、林博士は判断しています。そして、この人物の胸を見ていただきたいと思います。そこには、ヤギの頭をかたどった飾り物が飾ってあります。イエスの胸にそれが飾ってあります。これがバフォメットの基本形となりました。同じようなものが、システィーナ礼拝堂の天井に描かれています。ミケランジェロが描いたとされるシスティーナ礼拝堂の天井画です。そして至るところに羊の絵が描いてありますが、これは羊ではありません。ヤギです。注意深くご覧ください。反転してみますと、まさしくバフォメットの姿になります。つまりこのような形で、1500年後のイエスは、アンチマリア教、アンチローマンカトリック教の姿勢を明確にしました。そして右がイエスの胸に書かれているバフォメットの像です。そしてその像とバフォメットのシンボリックな像と一致します。これが皆さん事実です。では、順に説明していきます。世界最古のイエスの像と言われている像です。このイエスの向かって左側、右手に注意してください。イエスは薬指と小指を曲げ、残りの3本を立てています。親指と人差し指と中指を立てています。サバジオスの手です。サバジオスの手です。サバジオスというのは、古代トルコの中部の神でした。サバディオスの手です。右がサバディオスの手と言われているものです。指の間に蛇が絡んでいます。比較してみてください。つまり、イエスはサバディオスの手をこのように表現しているということになります。イエスの基本的なハンドジェスチャーということになります。で、サバディオスについて少し説明しておきます。サバジオスというのは、牧神の神である。父なる空の神、というと。で、ジオスというのは、デュース。そして、私たちがギリシャ神話で言う、ゼウスに通じているというのですね。そして、
フリジアンのサバジオスをサバジェフと表す。まあ、ゼウスというのはそこから来ているというわけです。馬にまたがった牧神の神です。そしてサバジオスの手はいろいろな形で表現されています。が、基本形は一つ。薬指と小指を曲げ、残りの三本を立てています。これがサバジオスの手です。そして指には蛇が絡んでいます。蛇とサバジオスは密接な関係にあるということになります。イエスはそのサバジオスの手をしているということになります。もう少しサバジオスについて話しておきます。これがサバジオスの像と言われているものです。向かって左側の右手に注意してください。サバジオスの手をしています。そして向かって左側には木があり、その木には蛇が絡んでいます。そしてサバジオスはフリジア帽をかぶっています。トルコ中部の古名です。ミトラもフリジア帽をかぶっています。つまり、イエスがサバジオスの手をしているということは、現在のローマンカトリックにとっては極めてまずいということになります。国教、ローマ国教となると同時に、カトリックは徹底的にミトラ教、そしてドラスター教を悪魔教と位置づけて弾圧しています。左がサバジオスの手です。そして同じ手をイエス自身がしているということです。左の下の像はレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いた絵と言われています。それでは、バフォメットを紹介します。バフォメットの像です。バフォメットのハンドサインに注意してください。やはり同じように、薬指と小指を曲げ、三本の指を伸ばしています。バフォメットの像です。ほとんどがそうなっています。つまりこれがバフォメットの基本的なハンドジェスチャー、ハンドサインということになります。お腹には棒があり、蛇が絡んでいます。解体と創造という意味だそうです。で、左のようなマラナスの手をしたバフォメットも時々あります。マラナス、すなわち隠れ、ユダヤ教の神道を表すシンボルマークです。そして右がサバディオスの手です。ブーグローが同じような像を、絵を描いています。ブーグローが描いた聖母子です。このイエスの両手に注意してください。同じように左にサバディオスの手、向かって右にマラヌスの手を表現しています。注意深くご覧ください。このマラヌスの手は、そのうちイエズス会のシンボルマーク、そしてイルミナティのシンボルマークとなっています。同じ手がバフォメットにも表現されているということに注意してください。人間は見かけで選んではいけません。同時に神々は見かけで選んではいけません。あえてこのような姿にしたというところにイエス自身の隠された意図があると私、林博士は判断しています。そして、サバディオスの手です。イエスもその手をしています。岩窟の聖母の中の向かって左側の子供もやはりこのサバディオスのハンドサインをしています。注意深くご覧ください。このようにして、ハンドサインを通して、イエスとバフォメットがつながりました。もう一度繰り返します。バフォメットの手に注意してください。葬儀、誘拐、そして、結合という意味ですね。一度私たちの常識を分解して、そしてもう一度組み立てろという意味に、私、林博士は解釈していますが、それはあくまでも私の解釈です。バフォメットについては、このように説明されていますが、結論を先に言えば、どこに起源があるのか、未だに何も分かっていないということです。
いわゆるオカルトのシンボルとして使われているという程度ということになります。あるいは悪魔の大王、つまり The King of Satan として位置づけられています。が、本当にそう考え、また片付けてしまって良いものなのでしょうか。話を進める前に、外堀をいくつか埋めておかねばなりません。ルネサンスのもう一人の操り芸術家であったミケランジェロが作ったとされるペーター像です。このペーター像の向かって左側イエスの右腕を見てください。人間にはないボコボコとしたコブが表現されています。このコブに注意してください。処刑されたイエスです。それと同じ腕がカッシナの戦いの向かって右側の下の人物に描かれています。足の皮をベロッと剥いで、そして頭には鼻冠をつけています。その人物の左腕と、この手を比較してみてください。正確に一致します。コブに注意して比較してみてください。すなわち、このような形でミケランジェロは左がイエスであり、そして右のカッシナの戦いの中に描かれているこの人物もイエスであるということを表現しました。左はイエスです。ですから、右もイエスということになります。そして同じ人物をダヴィンチなる画家が解剖図の中で描いています。コブに注意して比較してみてください。同じです。すなわち、このような形で、この三者は同じイエスであることを示しています。ペーター像の中のイエスがイエスですから、当然、右下のカシナの戦いの中に描かれているこの男性もイエスということになります。そしてこの人物に注意してください。この人物と中央の人物は同じです。それについての検証は他のところでしましたので、そちらをご覧になってください。すなわち、一番右がイエスですから中央もイエス。そして左もイエスということになります。これがイエス自身ということになります。もう一つ外堀を埋めておきます。ミケランジェロが描いたとされるカッシナの戦いです。ダヴィンチが描いたとされるアンギャリの戦いです。下を横伸ばししてみますと、構図そのものも大変よく似ています。そしてこの両者の絵の中には、たくさんの隠し文字、隠し絵が仕込まれています。上の絵の中には775027という数字が隠し込まれていました。すなわち、イエス、復活、聖書という意味です。そして下には竜が隠し込まれ、そして足元には、処刑されたイエスが隠し絵として書かれています。そして775027から752という数字を取って、レオナルド・ダ・ヴィンチはその後の自分の死亡日と設定しました。これら両者の絵が描かれた時には、まだダヴィンチは生きていました。すなわち、ダヴィンチは自分の死亡日をこの数字に合わせて作ったということになります。すなわち、私たちが知っている1500年後のイエスは死んでいないということになります。そして、この赤い丸で囲んだ二人の人物を比べてみてください。同じです。つまり、アンギャリの戦いの絵の中に描かれている左二人の人物と、そして上のカシナの戦いの中に描かれている右下の人物は同じ人物だということです。この照合もしてみました。違いがないという点でこの両者は同じです。そして一番右がイエスですから中央もイエス。そしてアンギャリの戦いの中に描かれているこの人物もイエスということになります。二つに分かれた鼻先、顎先、そして広い口、そして耳の下のコブ、大きつけてた顎骨、鼻の形などに注意してください。違いがないという点で、この三者は同じ人物、すなわち、今から2000年前のイエスということになります。そうした絵を、レオナルド、そしてミケランジェロが人間との接点で、働いていたということになるのでしょうか。すなわち、これらは操り人形芸術家ということになります。そしてその上で君臨していたのが1500年後のイエスということになります。もう一度この二つの絵を比べてみてください。この二つの絵を描いたのは、実は1500年後のイエスということになります。今ご覧いただいているのは2000年前のイエス、そして右の方が
ベロッキが書いたと言われているセントジェロームですけども、このセントジェロームこそが500年前のイエスということになります。この両者は違いがないという点で、同一人物、すなわち1500年後のイエスということになります。今から見れば500年前のイエスということになります。そのイエスがこうした絵を描いて、そして人間に自らのアジェンダを示したということになります。もう一度今日のポイントを皆さんにご覧いただきたいと思います。これがダヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いです。この絵についてもう少し説明しておきます。この下に馬に惹かれて、そして今生きたいようとしているのは、いわゆるプロキシー、替え玉のイエスということになります。それに対してイエスが激怒しています。両者を比べてみてください。両者は違いがないという点で同じであると私、林博士は判断しました。すなわち、アンギャリの戦いの中に描かれている人物はイエス自身であったということになります。もう一度、操り人形、いわゆるまあ怪談ですね、のイエスについて話しておきます。一番左上が、これが2000年前のイエスの実像です。写真から起こした絵と林博士は判断しています。そして、右上がですね、これが1500年後のイエスということになります。そして、数々の作品を残しました。そして、その間でうごめいていたのが、操り人形芸術家ということになります。シノレッジとダヴィンチは、髭と鼻を除いて全く同じです。つまり、シノレッジの一人二役が、まあ、ダヴィンチであったということになります。レオナルド・ダヴィンチなる画家は存在すらしていませんでした。レオナルド・ダヴィンチなる画家は存在すらしていませんでした。存在したという証拠がどこにもないのです。そして、カッシナの戦いに戻ります。上がカッシナの戦い、下がアンギャリの戦いです。先ほど言いましたように、ここに描かれている二人の人物は、同じ人物だということです。そして、上の、いわゆる右下にいる人物がイエスですから、左下の人物も、イエスということになります。そして、これら人物は、顔においてですね、違いがないという点で、同一人物、すなわち、イエスということになります。もう一度しっかりと確認しておいてください。ここが今日の重要なポイントです。そして中央に描かれているのは1500年、いわゆるまあ後のですね、ルネサンス時代に現れた操り人形芸術家ということになります。これらの芸術家は自分で絵を描いたり彫刻を彫ったりはしていませんでした。データ像についてもそうです。そして、これが2000年前のイエス。そして、右が500年前のイエスということになります。こうした作品を残して、そして私たち人間に見せたということになります。処刑されたのは、替え玉のイエスということになります。そのことを、イエス自身が、このアンギャリの戦いの中で示しています。このイエスの頭からは血が流れ、そして手には聖痕が残っています。この人物の今、向かって左側のまあ、右側のですね、左手には聖痕が描かれています。つまりこれが処刑されたイエスであると、1500年後のイエスは表現したということになります。それに対して、イエスが激怒して、そしてローマ軍に向かって戦っています。この馬に注意してください。向かって右は馬です。この地球にいる馬です。しかし向かって左にいるのは、地球にいる動物ではありません。おそらく、1500年後のイエスがどこかからの惑星から連れてきた、動物と思われます。これは馬ではありません。つまり、この絵は二つに分かれているということです。右側の茶色い黄色い部分が人間の世界。兵士はローマ軍のヘルメットをかぶり、そして左がブルーの部分がレプタリアン、すなわちラム族ということになります。そしてこの替え玉のイエスは人間側の馬に踏みつけられて今生きたいようとしています。つまりこのような形で、替え玉のイエスはローマ軍に殺されたということをこのアンギャリの絵は示しています。そして左に描かれている人物と、そして右のイエスとは顔が一致します。
ここが重要ですから、もう一度確認してください。違いがないという点で同じと判断します。顔というのはそういう風にして判断していきます。その時々において微妙に変化しますが、基本的には変化しません。その変化しないという部分が違いがないという表現になります。つまり、左の人物はイエス自身であったということになります。皆さん、これがイエス自身ですよ。これが今日の最大のポイントということになります。これがイエス自身です。そして、皆さんに冒頭でお見せしました結論ということになります。もう一度、暗闇の戦いのこの人物を見てください。ここに描かれているのはイエス自身だということです。イエス自身だということです。そして、右下がイエスの実像ということになります。ここを確認してください。ここが重要です。イエスです。イエスです。イエスです。そして、暗闇の戦いのこの向かって左側の人物の胸を見てください。イエス自身の胸に絵が飾ってある飾り物に注意してください。飾り物に注意してください。イエスの胸を飾っている飾り物に注意してください。そうです。ヤギの頭です。なぜイエスはこのような飾り物を胸につけているか、いたか。もう皆さんお分かりですね。すなわち、このヤギこそがイエスのシンボル的な動物ということになります。そして同じく1500年後のイエスはそのシンボルを羊に見せかけてシスティーナ礼拝堂の天井に描いたということになります。右はこれは羊ではありません。ヤギです。反転してみますと、それはまさしくバフォメットの姿となるのです。バフォメットの姿となります。そしてそのバフォメットはサバディオスの手をしています。つまりイエスのハンドサインとも一致します。こうして四方八方からバフォメットに下がっていくのはイエス自身だということになります。つまりバフォメットはイエス自身だということになります。イエスが自らこのような醜悪な姿で表し、そして私たち人間に教えているのです。神を見かけで選んではいけないとです。それがイエスからのメッセージということにもなります。もう一度、このサバジオスの目に注意してください。これでバフメットの正体が皆さんにも分かっていただけたと思います。で結論ということになります。暗闇の戦いについてウィキペディアは次のように簡単に説明しています。ダヴィンチは暗闇の戦いで軍旗を激しく奪い合う兵士たちや軍馬の衝突を描いたと、それだけです。つまり何も分かっていないということですね。で、あのジョルジョ・バザーリはその著書、画家、彫刻家、建築家列伝においてダ・ヴィンチの暗闇の戦いの描写の素晴らしさを称賛していると。暗闇の戦い、まさに謎に満ち溢れていますけども、私林浩司は次のように判断しています。この絵は向かって右側と向かって左側、つまりラム族とサーペント族の戦いを
表したものであるとです。で竜とそしてレプタリアンの像がその中に描き込まれていると。そして左上人物のはですね、1500年後のイエス自身の自画像であり、その胸にはまさにバホメットの紋章を身につけているということです。つまりバホメットイコール1500年後のイエス・キリストということになるのではないでしょうか、ということでこの動画の結論とさせていただきます。どうも最後までご覧いただきましてありがとうございました。 Bye for now.